里崎チャンネル大谷翔平移籍問題を取り上げまーすということで、里崎チャンネルね、大谷翔平の移籍問題というところで、日刊スポーツもね報じてますけども、移籍交渉が最終局面に入ったと。レンジャース、メッツ、レッドソックスの3球団が撤退する方向となって、現時点ではドジャース、カブス、ブルージェイズ、エンゼルスが交渉を継続と。早期決着を予想する声もあり、4日からテネシー州ナッシュビルで開催されるウィンターミーティングの期間中に決定する可能性が高まってきたと。そしてこれね、ファイナル4とね、カブス、ブルージェイズ、エンゼルス、ドジャースが言われてて、ダークホース的にジャイアンツもね、サンフランシスコジャイアンツも何かね、狙ってきてるんじゃないのかっていうね、情報が入ってきて、まあ結果ね、どうなるのかっていうね。でも最初に言っておきます、どうなるのか。それはね、多くの解説者、コメンテーター、記者が、今ね、テレビとかメディアいろんなとこ出て、いろんなことをね、まあ、里崎もそうだけど、好き勝手言ってますけども、誰も知らない。もう、大谷と代理人、ね、この二人しか分からない。どうなるのかっていうのは、全部想像。あと、自分の期待。こうなってほしいっていう期待。想像。こうなるんじゃないのか。っていうところで、多くの人は、語ってると思います。だから、その時も、どうなるのか。そんな情報ね、入るわけないじゃん。どうかっていうね。でも、その中で、いろんなことをね、合わせていった時に、こうなるんじゃないのかなっていうところをね、予想はできるというところで、佐々木の予想は、今、多くのところでもね、言ってますけども、エンゼルス、残留っていうところをね、佐々木は予想しますけど、まあ、これ当たるかどうかわかんない。外れたとしても外れたじゃねえか。そりゃそうだよ、わかんねえよっていうところもあるんだけども、今ね、テレビ東京の、みんなのスポーツ出演して、来ましたけども、ね、みんなのスポーツで最後のね、ところでも大谷翔平の移籍問題ね、コメントさせてもらいましたけども、なぜ大谷がエンゼルス残留だと佐々木が考えるのかっていうね、まあ多くのね、理由もありますけども、その中の一つ、ね、二刀流登録問題っていうね、ところがあります。ひょっとしたらね、初めて聞いたっていう方もあるかもわかんないですけども、この二刀流登録問題っていうところが大きなね、問題の一つになってくるんじゃないのかなっていうね、メジャーリーグではシーズン前に登録を、投手登録なのか野手登録なのかっていうのを2022年まではね、どちらか決めなきゃいけなかった。そして投手登録した場合は打席に立てます。でも DH ね、それまで両チーム DH でなかったんでね、もし投手の選手が DH があるリーグで打席に立とうとすると DH を解除しなきゃいけませんね。で、交代したらそこから手押しが入って代打をね、多様性に使わなきゃいけないっていうところが投手登録。野手登録っていうのは6点差以上離れた場合、もしくは延長戦になった場合のみ投手としての登板が許されます。それ以外は野手登録をしている場合、投手としての登板は認められません。そしてシーズン中にこの投手登録と野手登録を変更する、投手登録から野手登録、野手登録から投手登録っていうこの登録を変更するってことはできません。だからシーズン前に決めた登録をね、ずっとやっていかなきゃいけないっていうところが登録、問題にあります。で、その中で2023年からね、大谷ルールと言われる 2way プレイヤーね、二刀流選手登録っていうのが可能になりました。その中で二刀流投手登録するには条件があります。その条件は何か。前年に投手として20イニングを投げた。そしてなおかつ打者として3打席立った試合を1試合とカウントして20試合、3打席立った試合を20試合野手として出場した。この2つの条件をクリアした選手が翌年二刀流選手、ね、2way プレイヤーとして投手登録、野手登録、二刀流選手として登録することができます。そして皆さんもご存知の通り、この大谷ルールという二刀流選手登録は、投手をしながら DH に入ることができます。そして、投手を降板した後も DH として残ることができます。っていうところがね、この二刀流選手の 2way プレイヤーとしての特徴。でもこのね、3つをクリアしなきゃいけないってなったところで、今、大谷選手は手術をしてます。だから、来季、大半のシーズンが投手として投げれないでしょう。ってなった時に、打者として3打席以上20試合出場するっていう二刀流選手に向けたノルマはクリアされると思うけども、20イニングを投げるっていうノルマがクリアできるかどうかっていうところが、2025年に二刀流選手として登録できるかどうかの大きな問題になってきます。で、そのために大谷選手は情報によると、
ハイブリッド手術っていう復帰が、ね、従来のトミー・ジョン手術よりも復帰が早くなる、ね、手術の方法を選んで、早期、来期のシーズン早期復帰できるんじゃないのかっていう話があります。それはなぜか、2024年のシーズン、9月ぐらいから試合に投げ出して、この20イニング登板っていうのをクリアしたいと。そうすることによって、2025年も二刀流選手として登録ができれば、二刀流選手として出場できる。だからこの9月に20イニングを投げたいと思うんだよね。そうなった時に、プレイオフ、ポストシーズンを争ってるチームで、9月のこの大忙しの時に、大谷の来季に向けて二刀流を維持できるために、20イニングを大谷のために投げさすっていう戦略が立てれるのかどうかっていうところも、多分契約に、ね、入れれるんだったら入れたいと思うの、大谷サイドとしては。でも、球団としたら、このポストシーズンの出れるかどうかわかんない、この真っただ中、1位でね、ポストシーズンね、1位でいけるのかどうかっていうところのトーナメント制の優位を図るためにも、忙しい中で、その大谷が投げるのもね、試合に出場しながらリハビリをしなきゃいけない。だからマイナーで投げるわけにはいかない。だから、メジャーリーグの試合で投げなきゃいけない。その中で、怪我明けというところもあれば、球数数の制限もあるだろう。イニングの制限もあるだろう。登板間隔の制限も出てくるだろう。その制限をクリアしながら、ポストシーズンに向けてチームは勝たなきゃいけない。プラスアルファ大谷の20イニングを保たなきゃいけないって、これ結構難しい戦略に、できないとは言わないけども、難しい戦略になってくると思うのよね。そこがまず一つのね。この二刀流登録っていうところの考えなきゃいけないこと。で、そしてもう一つは、じゃあさ、来年、投手としてポストシーズン争いしてたら投げなくていいじゃんと。ってなった場合、この二刀流選手としての登録条件がクリアできなかった場合、2025年のシーズンは、投手登録で開幕を迎えなきゃいけない。野手登録した場合、6点差以上、もしくは延長戦にならないと投げないんでね。投手登録して最初スタートしなきゃいけない。そして、投手登録として最初、二刀流としてやらないで、この20イニングをクリアする。まあ、20イニングクリアっていうと、まあ、6イニングぐらいで4試合だから、もし週に1回だと1ヶ月だね。1ヶ月、投手登録として試合に出て、二刀流として試合に出ないで、その20イニングをクリアした時に、前年ね、3打席以上20試合っていうのはクリアしてるから、シーズン途中で、これを二刀流選手に、野手から投手、投手から野手には変更できなくても、二刀流っていうのはシーズン途中でも登録を変えれるようになってるの。だから、4月開幕だったら、4月1ヶ月間は投手登録、二刀流はできない。5月から二刀流選手に変えるっていう作業をしなきゃいけなくなった時に、そのチームは2025年シーズンの4月1ヶ月、新しい DH、もしくは DH 専門の選手を1ヶ月使わなきゃいけないんだよね。戦略としては。しかし、その後、大谷選手が二刀流登録が可能になった瞬間に、その DH の選手はもういらなくなるんだよね。そうなった時に、このチームの戦略編成上、すごいチーム運営が難しくなってくるっていうね、ところもある。それ難しくなっても大谷選手のね、素晴らしい能力が必要だっていうところもあるでしょう。その大谷サイドとしては、俺はわかんないけども、その二刀流を維持できる、二刀流のためのそういう使い方のこの契約とかも、多分アメリカだったら今ね、そこが判断してなってると思うんだよね。そこがどうなるのかっていうところもあると思う。で、エンゼルスに残れば、多分大谷の希望通りの戦略は立ててくれるでしょう。そしたらもしね、早期復活できて9月に投げれるようになった場合は、来年9月に20イニングっていう登板イニングをしっかり確保して、2025年も二刀流選手としてプレーできるようになるっていうところで、ずっと継続的に二刀流登録ができるようになる。仮に二刀流来年20イニング投げれなかったとしても、2025年の4月を使って二刀流選手のノルマをクリアしやすいっていうチーム編成もエンゼルスだったら立ってくれると思う。で、契約としてはエンゼルスに残留、2年契約でオプトアウト可能な契約にしといて、仮に来年2024年で二刀流として来期2025年登録できるっていう条件が飲めれば、そっからオプトアウトして FA 選手として新たなチームを移籍先として探すのもいいし、2年間かけて二刀流選手としての登録を待って移籍していけばいいし、そうなったとしても、こっから仮に10年で1000億っていう契約がもし仮にあるとするならば、これは想定ね、あるとするならば、2年契約とか3年契約、短い契約年数で
結果10年になりましたって時に、その1000億より上回ってる可能性もあるからね。終わってみた時にね。そういったところを考えれば、別に長期契約しなくても、今の大谷の存在だったら、もっと結果を出して給料を高くできるっていうところもあるんで、短い年数だからって、正直マイナスかどうかっていうと、マイナスじゃないと思う。でそこでオプトアウトしてっていうところも、この今手術して投げれないっていうところを考えれば、このね、二刀流登録問題っていうところが結構ね、あるんじゃないのかなっていうね。お金もそうだし、強いチームっていうのもそうだし、それプラスアルファ、この二刀流登録問題をしっかりクリアできるために、どういうふうな起用法をしてくれるのかっていうところの契約も中にひょっとしたらあるんじゃないのかなっていうところを佐々木が考えると、エンゼルスに残ってリハビリもね、今まで同じような施設、同じようなシステムの中、リハビリもして、完全になって、来季オプトアウトするのか、2年契約で2年後また FA 先を探すのかっていうところの手も、まあ遅くないんじゃないのかなって考えると、エンゼルス残留も、あながち、全くないとは言い切れないんじゃないのかなっていうところが、佐々木の解説でございます。いろんな問題はありますけどね、今後まあどうなるのか、まあ大谷選手はね、一番最善の方法でね、選択するでしょうから、選択したことをね、応援したいと思いますし、まあ佐々木個人的にはこの二刀流登録問題っていうところが、ひょっとしたらあることによってエンゼルス残留なのかなと。逆にこれね、皆さんね、この二刀流登録問題っていうのをね、ぜひ覚えておいてもらいたい。そしたらね、ドジャース移籍した、ね、ジャイアンツ移籍した、ブルージェイズ移籍した、カブス移籍した、でなったとしても、この二刀流登録問題っていうのはついてくるから、来年の9月終盤に20イニング投げれるのかどうかっていうところは覚えておくとね、このまたメジャーのね、見方として楽しいと思うんで、この大谷選手には二刀流っていう登録問題、このノルマをクリアできるかどうかによって、2024年、2025年の戦い方が大きくね、変わるんですよっていうところをね、まあ知ってもらいたいっていうところで解説してみました。まあ近日中に移籍先は決まると思いますけど、皆さん。どういう感想をお持ちでしょうか？ぜひコメント欄でお待ちください。佐々木の解説は以上です。ありがとうございました。